直将棋。それは互いに際どい質問を打ち込み、高性能の嘘発見器によって相手の嘘を暴く恐怖の心理ゲームである。全国2万人の正直将棋ファンの皆さん、こんばんは。さあ、今週も大好評につき正直将棋を行います。対局者をご紹介しましょう。先手、大人の階段を登れない永遠の15歳、小野エレナ。お願いします。後手、どんな時も不細工な顔は見せないアイドルサイボーグ、渡辺真由。お願いします。本日の解説員はこちらの2人でございます。まずは三度の飯より嘘が大好き、大嘘清人さんです。そうですね、今回はやらせ 100% でお送りします。違います。大嘘さんが言うことがあんまスタッフの皆さん笑わなくなりましたね。宮崎、はい、この対局はどうですか？お二人ともですね、すごい仲が良くて、一緒にいる時間がメンバーの中でも多いので、本当はどう思ってるのかっていう本音っていうものを聞きたいなと思ってきました。なるほど。まずはプライベートでも仲のいい2人が考えてきた質問をご覧いただこう。これ言われたらきついなみたいなある？小野さんから渡辺さんの7番、うん、まあ、害がね、大きいんじゃないですかね、これは。害って何？この後がね、うん、はい、関係がね、そうですね、壊れるかもしれないっていう、今後どうなっていくのかっていうところですかね、やっぱり。渡辺の質問きついですね。結構きついですよ。結構きついのが多いですね。結構きついのが多いな、はい、きつめで、きついです。きついな。さあ、それでは意気込みの方を聞きたいと思います。はい、先手小野、初参戦なんですけど。初めてっけ、これ？今日初めてなんですけど、ちょっと楽しみにしていた部分もあるので、うん、ちょっといつもはこう一緒にいても聞けないことをですね、うん、今日ここで、うん、さあ、そんなヘラヘラしてられるかな。さあ、続いて渡辺。はい、私この正直将棋はもう2回目なので、な、前回は勝ってるので、うん、今回も割と自信があるので。勝てる自信ありますか？はい、あります。なので頑張ろうと思います。どうしよう。わかりました。もし、さあ、それでは、参りたいと思います。正直将棋、まずは先手小野からいきましょう。まずは感情をあまり表に出さない渡辺に対してこの一手。2番で。2番。おお。はあ、これはでもどう、宮崎？やっぱなんか眉に関して、ま、眉だからってことですね、これは。ああ、そう。はい。これもそれ聞きたかった。そうですね。ちょっと気になってましたね。わかりました。それではお願いします。はい、他のメンバーがスタッフにチヤホヤされているとイラッとする。いいえ。さあ、針が、さあ、おお、下がっていましたね。逆に下がっていましたけど、これは動揺しているんでしょうか？こっからの伸びはあるんでしょうか？さあ、徐々にいったけど、まず下がりましたんで、これは耐えました。セーフです。セーフ。全くこういうこと感じたことはない、うん、まあ、それはもうしょうがないことなので、うん、まあ、イラッとまではしないと。はい、もう諦めない。チヤホヤされようが、はい、人それぞれなので、うん、イラッとはしないですね。でなんて、小野。そうですか。そうでございます。そうですか。はい。さあ、じゃあ続いて後手。
渡辺いきましょう。はい。渡辺、同い年の15歳だから気になるこの一手。はい。おお。4番。正直、同級生の宮崎と渡辺よりも大人の色気があると思う。いいえ。超えた、一本超えました、一本です。さあ、このぶっちゃけ言えば、まあ、ぶっちゃけその楽器だなって思うってこと。いや、違います。あの中身はみんなこう3人ともやっぱ同い年なので、うんうんうん、話すことも一緒なんですけど、うんうん、まあ見た目的に私の方がナイスバディです。バディってこと言われましたけど、やっぱりこう写真集とかをやっぱ出しているじゃないですか、うん、そうですね、うん、写真集出てるから、はい、うん、そうするとすごくナイバーディですよ。ナイバーディー、ナイバーディー、ナイバーディ、言い訳はあると。さあ、じゃあ続いて宣伝いきましょう。じゃあこれいきたいと思います、はい、さあ何番でしょうか。6番です。6番、あー、これは確かにそうですね、はい、最近ですね、うん、これは最近、はい、うんうんうん、正直自分より年下のメンバーが増えてきて焦っている。いいえ。たくさんメンバー増えてますけどね。あ、うん、あ、さあ、そうだ、さあ、わあ、耐えましたね。セーフです、一本ならず。これは全然、渡辺、やっぱ確かにちっちゃい子も増えてきてますけど、うんうん、まあ、ちっちゃい子は可愛いので、うんうん、よろしいのではないのかと、うんうん、そんな焦りは。なんだよ、その語尾のなんかその丁寧語、はい、よろしいのではないのでしょうか。将棋に合わせて、ね、あ、はい、気遣ってくれてるんですね。こういうスタンスで焦ってはないですね、うん、はい、ということですよ、あの、ほうほう、うん、そうでございますか。はい、さあ続いて後手渡辺。はい。渡辺、ここで3人の友情を確かめるこの一手。力強く番1番。さあ、これはちょっと厳しい問題ですね。それではお願いします。正直10年後には宮崎と渡辺とは友達じゃなくなっていると思う。いいえ。伸びるか。渡辺と宮崎と友達ではなくなっていると毎晩夜な夜なそう思っている。おお、いけない、一本超えました。ああ、超えましたよ。あなた我慢してたけど。嘘だよ。そんな思ってないですよ。いや、だってこれね、先生、正解率はね 99.9% です。何ですから、間違いないんですよ。はい、宮崎と渡辺、これどうですか。え、待って、うん、信じてましたね。裏切られた感じですね。裏切られた心が痛い。ちょっと、まあ、正直私の方が色気あるって思ってますしね。そうですね、うん、色気ある友達ができるんでしょうね。俺の的にはそんなこと思ってない。全然思うわけもなかろうもん。なかろうもんって急にお前博多弁喋ってる。なかろうもん絶対ないですけど、うん、でも渡辺もよう言ったね。怖くて聞けんけどね、普通。でも確認のために信じとって。まあ仲いいからこそね、聞けるみたいなところもある。そうですね。なるほど。はい、さあ、はい、早くも大手渡辺。よっしゃ。ね、さあ。
ちょっとずっと気になってることがあるんですよ実は、うん、8番でこれは王道ですねもう王道おてかもう眉ゆって感じですえはいあそうあそうさあそれではお願いします実は自分でネットで名前を検索して人気を確かめているいいえ顔は冷静ですけどおお渡辺どうなんでしょうかネットで確かめている自分の名前を入れてお超えましたあ超えちゃったさあいいですね俺いいとこつきましたね、はい、これどうなの渡辺でも確かにネットはすごい好きなので、うん、よく使いますけど自分のどう思われてる、うん、渡辺まゆ AKB みたいなポンと調べて、うん、でバー出てくるでしょでそこをこう見たりしてるんですかっていう、はい、ああでも確かに自分のあれですねブログ読んだりとか、うん、画像検索とかはしますね、うん、はいはい、へえ。あらでもなんかね知れてよかったです。あ本当ですか。はい。行わせん。え？そういうことはネットでこう自分の名前入れて検索みたいな。お？やってますね。あれ？最近したようなしなかったような。やってるなこれは。やってます。でも、うん、そう みんなそうですよね。さあみんなに振りましたけどみんなはガン無視ですガン無視ですここは冷たいみんなガン無視やっとで1本取れましたんで小野は、はい、5点いきましょう、はい、続いて5点、はい、渡辺ソロ写真集を出している小野にこの一手さあ5番で言いましたはいええー、これでも認識の問題です、うん、まあないそうですよね正直写真集の撮影の時頑張ってお腹を引っ込めていたいや一本これはちょっとメンバーからも笑いがこぼれましたけどもこれちょあらららへっこめたんけなんへっこめだっちゃろへっこめだっちゃろだって太田プロが言うんだもんぶっちゃけた事務所がはいおらとお腹引っ込めなさいとなんか普段からこう撮影するときはこう水着のときですから、うん、あのまあね多少の引っ込めは必要だと言われていたのでですね、うんうん、引っ込めましたけど、うん、何か問題でもということで3本入りましたんで渡辺勝利やったー